阪の朝日放送テレビ、ABC テレビが24日、オンラインで社長会、見を行い、ジャニーズ事務所による性加害問題について言及した。ジャニー喜多川氏による性加害問題は全く収束の兆しを見せない。24日には国連の人権理事会に属するビジネスと人権作業部会のオラウィ議長が羽田空港に到着。ジャニー氏からの性被害を訴えている元所属タレントらから聞き取り調査を行う予定だ。同局の山本真也社長は ABC から調査を申し入れる予定はありませんとした上で、ジャニーズ事務所としても第三者委員会などで外部も入れてしっかりやられていると一定の評価をした。ジャニーズ事務所は今後、会見を開くと表明している。山本社長は会見もやると聞いているので、それを見た上で見守っていきたいと話した。